じゃあよろしくお願いします。お願いします。21世紀の深川を作る会から小学校土地のたたき台っていうのが出てきたんですけれども、これは市に提案する最初の下書きみたいなものって考えればいいんですかね。そうですね、ここにも書いてあるようにたたき台案1となっているので、うん、ここからみんなの意見を取り込みながら、うん、どん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 新しいものになっていけば、いいものになっていけばという形に考えております。これが最初に提示されて、これからみんなから意見を募ってバージョンアップしながらこのたたき台を完成度を高めていこうということ。そういう考えですね。前提ですね、まずこの提案に関しては住民で推し量れない建て替えの是非ですね、校舎の建て替えに関することなんですけども、はい、是非や予算の規模に関しては提案の対象としていません。また避難所機能ですね、体育館なんかの避難所機能に関しては重要な機能であるので、うん、跡地利用前提として確保する旨の行政からの伺っておりますので、この今後も常に行政と協議していくものと考えております。この避難所機能っていうのは、はい、例えばどんなアイデアを採用したにもかかわらず、まあ、必ず含まれる内容だっていうふうに考えています。そういうことですね。今回の提案は、まあ、いきなり小学校の跡地をこうしようっていう形ではないんですね。そうですね、まず小学校の跡地利用を議論する前に深川地域、町の未来像、将来像を作ろうと。でその将来こういう形に近づくために深川小学校がどうあるべきだっていう考え方だっていう流れなんですね。そうですね、深川地域の将来ありたい姿、これがもう実際に地域の方にアンケートであったり、あのワークショップとかで伺った結果。そうですね、なんですね。ワークショップで色のついた付箋なんかを選んでいただいたところ、やっぱグレーだったり茶色だったり暗いようなイメージがすごい強いっていう感じがしました。でそこをどうしたら明るいイメージになるかっていうところも、うん、までも議論したことになりますね。やっぱり暗いイメージっていうのはその、まあ、シャッター街の商店街だったりとか空き家とかそういうイメージが強かったんですかね。そういうことですね。もっと活発な明るいイメージの深川にしたいと。一番そのワークショップとかで、うん、声が大きかったのは、はい、子供から年配者まで幅広く話し合いができたりだとか、そういったコミュニケーションが深く取れるような場所があった、できたらいいなっていう声が一番大きかったですね。そのアンケート、ワークショップの結果で交流を望む声がやっぱり一番多かった、ね。そうですね。将来ありたい姿、もしくはスローガンを作ったってことですね。そうですね、はい。明るい深川を作るにはまず交流から始まるんじゃないかっていうところですね。はい、この地域の強みと弱みっていうのを挙げてみたんですね、これ。そうですね。左側が強みですね。右側が弱みになっております。はい。このミニ開発、若世代の定住っていうのは、実は若い世代の流入が進んでるんです。そうですね。近くに新しい、虹の丘学園ができたことによって、若い世代がそこの学校に通わせたいっていう家族が増えてきてるということですね。意外と若い世代が深川に今入りつつあるってことなんですね。そうですね、として、はい、特に この辺りも新しく家を建てられたりだとか、うん、そういった開発は少しずつですが進んでおります。で子育て支援の施設が集中して、まあ、これ結構そのノベリティ子ども創造館であったり、そうですね、近くにファミリー交流館があったりだとか、はい、そういうところはここのエリアの強みなんで、もっと活かしていきたいっていう。どの人に聞いても瀬戸の中心はやはりこの辺りだっていう声は大きいので、はい、そう見るとこの辺りの地区っていうのはポテンシャルが高いんじゃないかなっていうふうに捉えております、うん、弱みも挙げてもらってるんですけど、まあ、少子高齢化、これそのままですね。そうですね、もうこれはどこの地域でも言われることかもしれないですけれども、特にこの地区っていうのは高齢者層が高いっていうところでありますね。でこの暮らしの便利さの低さ、これ中心にあるにもかかわらず便利さが低いっていうのが、やはり商店街があるんだけれども、うん、その中の商店街の店舗を見てみると、はい、暮らしにまつわる青果店だったり店が少ないということですね。まあ、車出してイオンの方に行ってしまったりとか、地域の地元の商店街を生かした生活っていうのはちょっと弱いのかもしれないですね。できていない状態ですね、うん。移動手段の課題、まあ、比較的平らな地域ではあるんだけど、まあ、坂があるであるとか、
まあ、川や国道でこう生活圏が分断されてるっていうのももしかしたら高齢者層が高いっていうことで移動手段の問題が出てるんじゃないかなっていうところではあると、まあ、かといってあのバスが通ってないっていうわけではないので、ただあのバスがその1時間に何本出てるだとか、そういったところの不便さを感じるかもしれないですね。もしかしたらそのある種の施設とこことのシャトルバスみたいなのを望む声とかね、そういうのはあるのかなと。そうですね。で、まあ、商店街については、まあ、さっき言ってた暮らしの便利さの低さに近いところありますよね。やっぱりちょっと大型商業施設の方に、まあ、車で出向いちゃうケースの方が多いのかもしれないですね。地域に関わる人不足っていうのも、まあ、これも交流不足っていうところから現れてるのかなと。年配者の方がまあ地域に関わることはたくさんあるかもしれないけれども、子育て世代の あの意見っていうのがなかなか取り込みにくい状態ではあるのかなっていう感じはしますね。いろいろ手伝いたいんだ、関わりたいんだっていう人がいたとしても、なかなかその交流の場がないと踏み込みづらい、踏み込みづらい、なんか入りづらいっていうのがあるのかもしれないね。で、そこで最後にこの憩いの場の問題、まさに交流の場がないよと。うん、いうところだと思うんですけど、まあ、ここには具体的にはあの児童公園の手入れがされてないとか、まあ、大人が集う公園がないよっていう話ではあるんだけど、まさに公園そのものというよりは交流の場がないっていうのが問題なのかもしれないですよね。そうですね。その交流 の, あのしやすさっていう場所が少ないかもしれないですね、うん、ありたい姿に近づくためにどうするべきか、人の行き交う街を作るために、引きつける魅力が必要。これ魅力っていうのを、これは町の人が自分たちで作っていこうっていうことなのかな。行政主体ですと、やはり住民がここが困ってる、ここは不安だっていうところの声っていうのはなかなか吸い上げられないので、はい、住民からここをこうしてほしいんだ、ああしてほしいんだっていう意見を出していこうっていう。住民が主体で関わる町づくりへの転換っていうことですね。そうですね。ありたい姿になるために、深川小学校は土地をこうどう活用していくかっていう議論に進んでいくんですね。そうですね。深川小学校は実際にまだ小学校として運営していた状態では、みんなが交流する場として利用できていたところがあったんですけれども、はい、廃校になったことによってそういった場所が失われたということもあります、はい、自治会が集まる場所がなかったりだとか、はい、子どもたちが集う場所が少なくなったりだとか、そういった機会が少なってきました。そういったところを深川小学校の跡地をもう一度見直す必要があるんじゃないかなっていうか、地域の運動会も小学校でやられてたんですよね。そうですね。1年に1回のことなんだけれども、はい、いや久しぶりみたいな、よく話をしてるので、やはりそういった交流の場は1年に1回かもしれないけれども必要だなというふうには感じますね。まあ、姿や形は変えても、そういう人々が集まるイベントっていうのはこう継続的にできるような場所にしたいっていう思いが地域の思いとしては強いと思います、うん、そこでコンセプトが挙げられたんですね。そうですね。これ、みんなが出会い触れ合いが生まれる場と、はい、触れ合いが生まれる場というコンセプトのもと、ハード面の考え方を、はい、ここにバリアフリーと書いてあるんですけれども、はい、いろんな世代があのバリアフリーで使えるっていう形、全ての人が、居心地よく使える場所っていうのを目指すと。そうですね。特定の団体だったり特定の方たちが使うような場所では居心地のいい場所とはならないので、うん、全ての方たちに使ってもらえるような場所になってほしいなっていう思いがあります。ここに関わる人が自由にいつでもこう条件なく使える場所にしたい。そうですね。多目的かつシェアして使う、場所も限られているので、一つの団体で一つの部屋を使うのではやはりもったいないと思うので、一、うん、つの部屋を3の団体が使うという方が便利じゃないかなというふうに考えております一、はい、つの場所を、いや、これはやっぱりさっき言った特定の人に使うんではなくて、みんなで使おうという考え方ですよね。そうですね。そうしたことによって今まで見えてなかったことだったり、はい、そういった問題が初めて見えて解決に至ることもあるんじゃないかなというふうに。子供部屋をいっぱい作るんじゃなくて、大きなリビングでみんなで話そうっていう大家族みたいな発想ですよね。そうですね。で、一気に整備しないと、これちょっと内容が今までと違うかなと思うんですけど、コンセプトの中であったように、みんなが出会い触れ合いが生まれる場所として、そこで生まれた何か問題点だったり、何を解決するか、そこでこんなものがあったらいいんじゃないか、あんなものがあった方がいいんじゃないかっていうことが出てきたら、そこで作っていこうという考えでございますね。最初に、物を作って完成ではなくて、使い続けながら
みんなの意見を集めて一つずつみんなが求めるものを作っていこうっていう発想。そうですね。その方が深川に対するこの跡地に対する思いも強くなってくるんじゃないかなというふうに考えています。はい。みんなで作り上げていく。そうですね。住民に必要な機能がつながる、地域の思いで町を作る、住民主体で育てていく仕組み。まあ、もしかしたら小学校跡地に関わらず、これもしかしたら今からも始められる内容ですよね。そうですね。実際に今深川小学校がなくなったことによって困っている団体さんだったり困っている方たちが見えるので、そのあたりを解決するためにはどう話し合ったらいいかっていうところも今でもできることではないかなというふうに思っております。これはもう今からでも始めていった方がいい内容ですね。もちろんそうですね。これ最後に敷地の使い方の提案があるんですけど、前提としてこれは決定ではなくて、一つのこういう考え方の提案です、はい、ですよね、はい、コンセプト考え方として多くの人からの意見を集約した結果、例えば、今小学校現時点ではその高いところに校舎建物がありますよね。でこの提案だとむしろその低いところ、今までグラウンドであったところに建物を建てようと、で高いところが、広場にしてはいいんじゃないかという提案がされてるんですけど、下段の方から見ますとやはりこの地域は高齢者が多い地域となっておりますので、なかなか上段まで行くのも厳しい方も中にはいると思いますので、はい、そういった方たちに配慮した下段の方に建物エリアがあった方がいいんじゃないかなというふうに考えております。低いところにみんなが使えるまず建物を作った方がいいんじゃないかと。そうですね。で上の高いところは元気な子たちが遊ぶエリアがあってもいいんじゃないかっていう提案ですよ ね。 そうですね。でこのつながりエリアっていうのはここ特有の面白いアイデアかなと思うんですよね。あえて段差のある土地をメリットとして考えるエリアですよね。ここ正直私ずっと深川小学校にいるんで、このつながりエリアっていうのはすごい新鮮だったんですねそうやって言われてみれば、あの芝生のあたりもったいないなだったり、スタンドのあたりもったいないなっていうのはすごい感じました。そこは何かやっぱり子どもたちが遊べるスペースだったり、何か面白い仕掛けがあってもいいんじゃないかなっていうふうに。大交流エリアは運動会とかが継続でできるといいですよね。これね、この運動会がなくなると寂しいっていう声は、今コロナでできない状態ではあるんですけれども、運動会を望む声は大きいので、狭くはなるかもしれないですけれども、あり方だったり実施方法を考えていけばこの場所でできるんじゃないかなというふうに考えております、体育館これは、ちょっと議論のしどころですよね。今現状では、避難場所っていう形なんですけど、確かに老朽化もしてるんで必ずこの形残るかどうかは、ちょっと不透明なのかな。そうですね。建物エリアの中に避難所機能が持てればこの体育館なくしてもいいんじゃないかなという考えもできるだろうし、建物エリアだけでは避難所機能がなかなか持てないということであれば体育館の建て替えだったり、このサイズじゃなくてもいいんじゃないのかなという考えもできるんじゃないかなと思います。プチ交流エリア、これこそここでマルシェができたりとか、ちょっとした外の交流が持てる場所なんですね。これ近くに交流館であったり発達支援室があるものですから、子どもたちと年配の方と子育て世代という方たちが少しでも話ができるようなコミュニティができたらいいなというふうに考えます。建物エリア、ここがみんなの一番気になるところではあると思うんだけど、ここは今の段階では何の機能を持たせるというよりは、一番低いところにこれを設けようっていう段階ですね。じゃあこの建物に何を機能を持たせるんであるとか、形であるとかっていうのは第2弾第3弾の提案の中で進んでいく内容ってことを。この辺りに関してはここは行政とやり取りしながら話を進めていけばいいのかなというふうに考えています、この提案書ではまず低いところに建物を設けたらいいんじゃないかっていうところで、今回の提案書はとどめていると。はい。最後になりますけれども、深川の未来では意見募集をしております。この深川の未来ナンバー4では、
3月末日頃をめどとして皆さんの意見募集をしておりますので、深川の未来が手元に届いた際には見ていただいて意見を募集しておりますので気軽にご連絡ください。以上になります。はい、ありがとうございました。